はい、おはようございます。釣り子 TV です。このパッケージ懐かしくないですか？昔のトリプルインパクト箱入り、これを手に入れることができたので、今年ね、この限定カラーのトリプルインパクトバンタム仕様のやつですね、一つ買ったんですけども、これね、結構前にシーバスで使っていてなくして、でしばらくですね手元になかったんですけども、今回この箱入りでミントコンディションで見つけることができたんで、まあ、せっかくなんでね、この新旧の違いなんていうのを、いろいろと見ていこうかななんていうふうに思っております。じゃあ早速ですね、開けていきたいと思います。水面波動計シマノトリプルインパクトで、カラーはですねマズメゴールド。どうですかこのボディ、すごいですよね。顔周りから見ていってリップで、このプロペラボディに傷がつかないようにこう輪ゴムがあるんで、これ外していきたいと思います。でちょっとサイズの違いはあるんですけども、こんな感じで、こんな感じ。うわー、なんか久しぶりに持つと、これね、ほんとね、すごいよく釣れるルアーなんで、オリジナルのやつもちょっと欲しいなと思ってたんですけども、やったぜという感じで、で、裏には、こう、シマの、こっちは TP0014 って書いてありますね。このね、ボディのこの、鱗っぽい感じとかがね、すごい好きで、あとは、この、結構、ボリューム感のあるボディがベターンベターンベターンとですね、水を押してくれてですね、非常に使い心地が良かったなという印象なんですけども、でどこが変わったのかというとですね、まずはそうですね、このリップから見ていきますかね。新しいバンタムの方はですね、ここが非常に鋭利な刃物のように薄い作りになっているんですけども、こっちはですねちょっとずんぐりむっくりとしたこういう厚めのリップなんですよね。これによってまあこっちの方がこう何ですかね、立ち上がりがこうスッと入るようになってるのかなと、こっちの方は比較的厚めのリップで、さらに、重りがここに仕込まれていたりするんですけども、それと昔のやつはこうプロペラがまっすぐ入っているんですけども、新しいバンタムの方のトリプルインパクトはこれちょっと斜めに入ってるんですね、このヒートンが。これによってこっちの旧型はこのプロペラの回転に引っ張られて、多少ちょっと横にずれるような軌道を書くっていうところがあったのが、これをもうヒートン自体を斜めに最初から刺すことによって、どんな状態で引いてもまっすぐ、泳いでくる。こっちはちょっと、蛇行したような軌道を描くっていう、こういう違いがあるみたいですね。でそれとですね、まああとはこの、まあ、塗装の感じはもちろん変わってますけども、まあボディシェイプも若干ですね変わっているということで、でもほとんど一緒ですね。まあこれはじゃあどこで使うのかっていうこと、もちろんブラックバスでもいいんですけども、自分は主にあれシーバスですね。でこっちの方がボディをもうベタンベタンベタン倒れ込むぐらいのアクションで、それによってですね引き重り、があったっていうことなんですけども、これはもうちょっと軽やかに弾けるようになったっていうことで、そこが変わったよなんていうことなんですけども、夜のナイトのですね浅いとこでやるシーバスとかなんかだと、この旧型のその独特の水をグッグッグッって押す、で波紋が残る、ここら辺が非常によく、効いたんじゃないかなっていうことがあるんで、まあ、こっちでもシーバスは釣ったんですけどね。
まあ、ちょっとこれも久しぶりに手に入ったんで、またですねシーバスの方にもトリプルインパクト投げれるなということで使い込んでいこうかななんていう風に考えております。というわけでですね、まあ、こんな感じで、いろいろな違い、まあ、サイズの違いももちろんあるんですけども、バンタムシリーズね、このトップウォーターからバイブレーションからミノー、クランクベイト、いろんなシリーズ出てますからね、いよいよフィッシングショーなんかも間近に迫ってきましたんで、バンタムシリーズの新しいルアーどんなのが出てくるかなんていうのが、非常に楽しみなところではあるんですけど、こういういいですよね、旧型の、名作を新しく今風に味付けしたなんていうシリーズもいっぱいありますからね、この他にもいろんなやつが驚きの新製品なんかがいっぱい発表されるんじゃないかなということで期待しております。というわけで本日の釣りコー TV はですね、たまたまあのこの古いトリプルインパクトを手に入れることができたので、まあ新旧どんな風に違ったのかななんていうところをちょっと見ていきました。はい、釣りコー TV でした。